ちょっと探しちゃったからわかんないけどね。30年くらい前に事件があった。あんま動画出てこないんだよね、うん、そう特に中映されてるなんてないらしいじゃん。ゼロっす、ゼロっす。ちょっとでも見たいですよね、なんか。じゃあ、そこで、そこの家なの。あ、そう。わあ、結構いける、いける。この世の中には常識では考えられないいろいろなミステリー、不思議なことがあります。そう、そしてここもそのミステリーのうちの一つ。いろんなことが、いろんな噂がささやかれて、その中でどんどん心霊スポットとしてなっていく。あ、どうも。いや、人のチャンネルで何してる？人のチャンネルで何してる？どうも、プリットチャンネルのお団子です。今日のゲストのお団子さんです。イエーイ。やりたかったんです、こういうストーリーテラーみたいな。いや、そんなオープニングないんだよ、このチャンネル。ないんですか？ないっす。やってくださいよ。ちょっとね、今回実はですね、自分の方が昔からお世話になっていて、で、今回ちょっと僕らのチャンネルに、出ていただけるということなんで、はい、もう本当に嬉しいです。ありがたいです。僕動画も結構見てるんで。ありがとうございます。 MS レッドカーペットさんのね、うん、インタビューとかさ、お昼の心霊スポットとか、うん、あんまないじゃないですか、他の。すごい俺は見ちゃいますね。いや、嬉しいですね。仲いいじゃん、仲いいじゃん。違う、なんかすごい新鮮な絡みが。違う違う、あとすごいよく喋るなと思って。喋るよ、そりゃ喋りますよ。 ありがたいです。本日やってきたのは、うん、埼玉県にある金平丼にやってきました。金平丼、はい、底なし沼なんじゃないかみたいな噂もあるので。怖いね。そこには8人の死体とお墓が実は埋まっているんじゃないかっていう噂ですね。怖いね。結構死にまつわる場所なんで。だ、普段さ、プリットチャンネルでさ、はい、そういうのやってないから、すごく新鮮。楽しい。いや、楽しんじゃダメだ。怖がる。エンジン違うとこでかかってるから。で、ちなみにここはちょっと柵をつけられて隔離っぽくされてるんですよ。それもちょっと、はい、うん、噂が広がってる理由の一つでもあるんじゃないかということなんで、まあ、いつも通りスポットをお届けしつつ、うん、はい、本当の真相を聞いていければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで、はい、埼玉県の金平丼行ってみよう。 GO！ネットのウェブの記事だと結構記事自体は出るんですけど、 YouTube でもまあ何人か行ってるけど、中の湖まで映せてないんですよ、ね、うん、画像検索しても出てこないもんね。全然見えないもん、中。あ、でも、あ、わかります、川臭い、川臭いっすね、うん、確かに。この中にあるのかな。あ、あるあるある、映るかな。水面は見えるわ。うわ、見たいな、中。かすかに、ね、キラキラ分かるかな。あ、見える。画面上どうすか。あ、分かると思う。なんか怖い。いや、でも周り結構高さありません？湖までの高さ、ちょっと笹がいっぱいあるけど、水はあるのは分かるね。もうお団子さんめっちゃ見てるもん。めっちゃ覗いてる。怖い、なんかめっちゃ覗いてるもんな。怖いね、ちょっと。なんか怖いっすね、隠されてる感じ、森とかに。なんだろう、ここまで見えないとこって少ないっすよね。うん、ちょっと映像だと伝わりづらいんですけど、説明すると池があって、ちょっとこの高さがあった周りに全部木でこう囲われてる。で、さらにここに柵があるから、本当にちょっとなんとなく水面見えるけど、うんうん、かなり目隠しされてる状態ですね。まあ、場所的にはこんな感じですね。ちょっと中が完全にお届けできないんですが、まあ、ちょっと周りでもしかしたら入れる場所とかあるのかなと、もう少し回ってみつつ、うん、少し周りの人に聞き込みしていきましょう。うん、はい。この辺じゃ有名なんですか？めっ
って今はもうねほとんど作しちゃったからわかんないけどね30年くらい前に事件があったから子供が死んじゃって遊んでたのよ ね, んのよねみんなね私くらいの、ね、子供が子供時代あの周りで普通に心霊スポットと言いつつもザリガニ釣ったりしてたんだけどその頃から心霊スポットって話しなかったねお化けが出るぞくらい、ね、子供はカッパさんが出るよって言って脅して行かせないようにしたぐらい、まあ、危ないからとか、うんその時のあれでそこがすり鉢状になってるから、うん、下が上がりづらい、危ない危険っていうかで今柵ができてで入れなくなったであそれを起こったのよね、うん、起こったから子供が落ちたから囲っちゃった最初にあそこに落ちて死んだ人の名前だって聞いてるありがとうございますありがとうございますすいませんネットだと心霊スポットみたいな。嘘、そうないだろ。ないですか。昔遊女八人殺害でみたいな。なんかちょっとあんまり聞かないけど。あそう。なんかあそこで落ちてなんか死んじゃったのが新しくて、で危険だからってなんか。それまではこういう柵はなかった。そういう柵なかったんじゃないかな。本当に外からじゃ全くわかんないんで。見えない。そうそう見えない。ちょっとでも見たいですよね。なんか。じゃあ、ちょっと見させてくれませんか。見させてくれるかもしれない。ちょっとこう周りじゃ見れないよね。見えないなんて。生い茂っちゃった木が。そうそうそう。すいません、ありがとうございます。すいません、助かりました。本当に直接交渉して、OK というのだったら入って取れると。心霊スポットのさ、どれぐらい認知されてるのかっていうのを調べたけど、あんま動画出てこないんだよね。特に中映されてるなんてないらしいじゃん。ああゼロっす、ゼロっすね。ワウ！いなかった。いないっすね。ちょっと帰ってくるのもあって。ちょっと、うん、チャイム声かけたけどね、全然出てこられなくて。ちょっと留守っぽいね。許可取れて中お届けね。したいね。いいなって思うんですけど。ワウ！自然にできた木なんですよね。ああ、そうなんですか。お母さんの持ちのものですもんね。土地としては。そう。ありがとうございます。すいません。すいません。じゃあちょっと。すいません。じゃあお邪魔させていただきます。また帰りちょっとお声かけさせていただきますんで。すいません。ありがとうございます。失礼します。ここから入るの？入れる。でもちょっと下だいぶあるんですけど。ねえ。あ、ドキドキする。あ、でも。すごい美味しい。落ちないように。うわ、雲とかいる。めちゃめちゃ。僕らの言ってる阻むかのように。草と雲が。あっちから行ってたことなの？あっちから無理なの？向こう側からもちょっと見れるので。あっちから行ってみる？はい、行ってみましょう。なんか、どう？ほら。ここは、あ、でも、だいぶ、ちょっと草は分けてる。入っちゃいますね。わぁ、結構、いけるいける、近い。降りれるんじゃない？うん、ギリギリまで行けるわ。ここやっぱ人がちょっと、あ、すごい、うわ、すごい。これすごくないですか？全部見える。あ、ほんとだ、すごい見える。へぇ、あれが俺らが外から見てた柵だ。あー、そうっすね。そうだ。顔がやばい、うん、こんなんでもないっすよ。どこもみんな外からで見えなかったみたいな感じだから、うん、へー。確かにお母さんが言ってた通り木を切って池側に倒れてきちゃって、へえ。その木なんですよ。あー、そうかもしれないですね。で、あれですか、悪で魚が死んじゃって、あの木ですか。そうそう。へえ。で、釣り来る人が少なくなっちゃってみたいな。あの死んじゃったって楽しみ。なんかここだけ世界違いません？なんかね、ジャングル隠れた場所みたいな、ジャングルの中で。確かに。うわー、ちょっと感動する、うん、でもこれ結構大雨とか降ったりしたら結構傘増すのかな。ああ、確かに。ここ最近ちょっと雨多かったから少し増してる方なんですかね。すげえ。この映像は貴重ですね。がっつり森の中にある池みたいな、ね、確かに確かに。外にすぐ横に道路があるとは思えない。ここで可愛い女性が体洗っててもいいですよ
完全ジャンクルじゃんそれ。はい、ということで世の中には不思議なことが頭とケツでいらないから、はい、俺ポツンとしちゃうんだよ。ポツンとしちゃう、ポツンとしちゃう、ね、ちょっとあの急には対応できない台本ね、ちょうだいって、はい、30年以上前にちょっとあって、うん、まあ、そこから頭それ本当はそれが原因で、うん、危ないから柵ができたのが、うん、そうそうそう、ちょっとこう変な、うん、噂になったりしてね、うん、ってでちょっと怖いみたいになったのかもしれない。そうですね。ただそのネットで言われてた遊女とか、うん、遊郭とか8人の死体とかはないらしいですね。全くなかったですね、うん、なんでまあちょっと全く来れないじゃ来れない場所なので、うんうん、まあ、お気遣いをこちらもしないとですから。そうですね、あくまで本当に僕らの動画で楽しんでいただければなと思っております。うん、はい、はい、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。ドキドキもしたし、聞き込みっていうあんまやんないから。でも聞き込んでる時ずっと犬触ってた。ただただ犬触ってなんかええって言ってた。でも喋ってる人がいつもよりなんかキャラクターいるみたいな感じですごくノリノリに喋ってくれた気がします。うそ、はい、まあ絶対そうですよ、ね、人間の空気感がいいことなんで、ね、安心するんだよね、うん、僕が犬を触ってたりすれば。いや、そうっす、うん、それはありました。本当はそういう手法でやっていきましょう。一人犬触り役。犬触り役ですね。いや本当ご協力もいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで今日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ次の動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントとグッドボタンもお願いします。お願いします。じゃあそんな感じで、はい、はい、じゃあね、またいつか。全然だもん。うん、受験も相当高いですよね。高い。精神を病んでる感じなので、そこからはあまり出られないように。その当時私は消防団体そこへ火災を受けしに行ったんですけど。 あ、そうなんですね。もうほぼブルの話は聞けたと思います。そうだよね。